トーマス・ダニエルソンは、アメリカ合衆国、イースト・ライム出身の自転車競技選手。2002年、2003年、2005年、ディスカバリーチャンネルに移籍。2006年、2008年、スリップストリームに移籍。2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、同年のツールド・スイスを持って引退。北米でも、 北方の先住民族であるイヌイットの血を引いていることから、防寒のために脂質がエネルギーとして使われず、蓄積されやすいという身体的特質を持っている。これが理由で、ハンガーノックになりやすいというロードレース選手においては、致命的とも言えるハンディキャップを抱えている。そのため、グランツールなど長期間のレースでは、好調な出出だしであっても突如不調に陥ることが、 あるなど、甲不調の波が大きいが、ヒルクライムレースのコースレコードを複数持ち、2009年のブエルター・ブルゴスでは、ステージ1勝、総合3位という高成績を残せることから、コンタドール級の身体能力があると評価されている。ありがとうございます。